ベラ・エブゲニエブナ・バザロワは、ロシア出身の女子フィギュアスケート選手。パートナーは、アンドレイ・デプタとユーリ・ラリオノフ。2010年バンクーバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックロシア代表、2012年、ヨーロッパ選手権2位、2012年グランプリファイナル2位、2012年、ロシア選手権優勝、2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権2位、 ロシアのエカテリンブルクに生まれ、4歳頃にスケートを始めた。後に、ユーリ・ラリオノフとペアを結成し、2006から2007年シーズンより、ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。JGP スピンオブノールウェイで4位、JGP 台湾杯で2位となり、初進出の JGP ファイナルでは7位となったものの、世界ジュニア選手権では2位となる。 2007から2008年シーズンは ISU ジュニアグランプリの JGP ジョンカリー記念で優勝、シニアクラスの ISU グランプリシリーズスケートアメリカにも参戦し3位と躍進する。しかし優勝を果たしたはずの JGP ファイナルで競技前に実施されたドーピング検査でパートナーのラリオノフに陽性反応があり失格2年間の出場停止が課せられた。 ペナルティが課されたのはラリオノフであったがバザロワーはペア解消を望まず活動を休止。出場停止が解けた2009年のロステレコム杯で4位、ロシア選手権で3位になり、ロシア代表としてヨーロッパ選手権、バンクーバーオリンピック、世界選手権に出場した。2010から2011シーズン、グランプリシリーズ2戦に初めて出場し、両大会ともに2位。 グランプリファイナルに初出場を果たした。ヨーロッパ選手権では、銅メダル獲得。世界選手権では5位入賞し、前年よりも良い成績を残した。2011から2012シーズン、ロシア選手権では、初優勝。なお、この大会には、前回大会の上位2組は出場していなかった。ヨーロッパ選手権では2年連続でメダルを獲得。 ロシアの表彰台独占の一翼を担った。2012から2013シーズン、ネーベルホルンハイの SP で全部を負傷し危険一時は手術の可能性もあったが行わなかった。グランプリシリーズは予定通り出場し、ロステレコムハイで2位。NHK ハイではグランプリシリーズ初優勝。2年ぶりに出場のグランプリファイナルでは2位。ロシア選手権は ラリオノフの靴のトラブルのために欠場。続く、ヨーロッパ選手権は、ラリオノフの手首の怪我のために欠場。3月には、ニーナ・モーゼルにコーチを変更した。2013から2014シーズン、ソチオリンピックに出場し6位に入賞するも、その後の世界選手権後に、ラリオノフとの解散及び、モーゼルのチームを離れることが発表された。 4月9日には、アンドレ・デプタトとのペア結成が発表された。また、コーチを、オレグ・アシリエフに変更した。2016年11月17日、デプタトとのペア解消が発表された。http://www.juniorworlds2la8.com スラッシュ ?go, イコールニュース p コールモアンドニュースドイコールキュー、ファイ、ゼー、ゼーゼー、ゼー、ゼー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 。ゼー、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 ファイ、ゼー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 ファイ、ゼー、ゼー、ファイ。ゼーゼー、14、ありがとうございます。